はい、皆さんどうもこんにちは、ホラーです。では前回の続きをやっていきたいと思います。佐藤君は自分をリードしてくれる人なら誰でもよかったわけ。そして自分をリードしてくれる人がより魅力的な人であればすぐに鞍替えする男だったわけよ。それから1週間も経たないうちに佐藤君は行動を起こした。クズかこいつは。俺本田さんのこと何とも思ってないから。悪いけど俺はもう君と付き合えないから。なんだこいつ、あろうことかみんなの前で本田さんに向かってきっぱりと言ってのけた。どうせ及川さんがそうしろって詰め寄ったんでしょうけど、でも今までの佐藤君ならばそんなことは絶対にできなかったでしょうね。でも簡単にやってのけた。付き合う相手によって人間は変わるって言うけど、佐藤君はその典型的なものだったんじゃないかしら。自分を持って長すぎだよ。本田さんは佐藤君にそんなこと言われてもじっと耐えていたわ。一体彼女が何を思っているのか、その時は私にも分からなかったわ。ただ普通の人間ならば平常ではいられないと思うの。さっきと殺してやりたいと思っていたんじゃないかしら。誰を？二人ともよ。でも結局本田さんも何も言えなかったんですもんね。彼女が何も言わないから佐藤君は図に乗ったんじゃないかしら。こいつクズかよ本当に。それからは本田さんのことなんか見向きもしなかったわ。本田さんもそれ以来佐藤君には一切近づかなくなったし、まあ本田さんとしては賢明だったんじゃないかしら。そうだよね、変にそうやって追いかけるよりはもう見ないものとしては使った方がいいかもね。私だったらどんな手段を使ってでも復讐するでしょうけど、彼女は耐えるタイプだったんだ。そんな岩下さんにすぐなんか殺す殺すとか復讐とか考えてる人は、まあ、そうやってなかったことにして新しい恋とか楽しいこと見つけた方がいいと思うけどね。憎まれ口の一つも叩かなかったんですもん。 いい子だったもんね。そう、でも今回の失敗で彼女も男を見る目が養われたと思うから、いい経験といえばいい経験だったよね。それにしてもバカなのは佐藤君ね。ほんとバカだよあいつは。その時は舞い上がっていたんでしょうけれど、本気で及川さんが佐藤君に惚れているとでも思っていたのかしら。どう考えたってあの彼女は佐藤君で満足するわけないのに。それに一瞬にして燃え上がる恋ほど冷めるものは早いし、氷のように冷たくなってしまうわ。及川さんが佐藤君とベタついていたのも3日ぐらいだったかしらね。3日坊主かよ。やっちまったな佐藤。それからは付きまとう佐藤君が疎ましくなったのね。傷ついたプライドも元に戻ったし、それまで放っておいた男友達と遊ぶ方がよっぽど楽しいことを思い出したの。そうなると佐藤君なんて惨めなものだわ。ボロボロになった雑巾と一緒よ。ボロボロになった雑巾と一緒。言うな、及川さん。今日電話していいかい？ごめん、今日遊びに行くから。また今度。遅くなってもいいよ。私が怒られる。遅い時間に電話かかってくるとパパがうるさいんだもん。ごめん、ごめんね。でも、そんな。謝ってるじゃん。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。どう？これだけ謝れば満足？それまでは夜中の1時まで電話してただの、6時間も電話してただのってのろけていた彼女が手のひらを返したように冷たくなったのよ。今度はいつデートする？当分忙しいから。当分ってそんな、お前気づけよ。アホかお前は。そんなにがっかりしないでよ。ずっと会えないわけじゃないんだし、こうして学校で会えるじゃん。それはそうだけど、でも、もうしつこいな。私しつこい男って嫌いなの。及川さんにとっては佐藤君はあまり美味しい食べ物じゃなかったのね。見た目はすこぶる美味しそうに見えたのに、その食べ物が自分の前に出されて味見をしてみたらどこにでもある味だった。そして佐藤君は完全に捨てられたわ。ざまあざまあ見ろ。佐藤君としては実際のところ何が起こったのか分からず戸惑ったんじゃないかしら。分かるだろ普通に。あまりに急な出来事で状況を把握することも気持ちを整理することもできなかったんでしょう。当然といえば当然だわ。わずか1週間も経たないうちに2人の女性を亡くしてしまったんですもの。それまで両手に花だった身分が一瞬にして何もかも失ってしまったんですものね。いい君といえばいい君ね。でも現実って面白いわ。これで終わらなかったの？いいえ、むしろこれが始まりだったのね。
佐藤くんが及川さんに捨てられてすぐのことだったわ。あれだけひどいことをされた本田さんがまた佐藤くんに接近し始めたの。なんで？あなた信じられる？私には理解できないけど、女心って複雑なのね。あれか、なんか傷ついてる前の好きだった男がなんか傷ついてるからかわいそうになったのかね。本田さんにしてみれば、少なくとも彼女だけは恋愛ごっこじゃなくて真剣だったってこと。それだけ佐藤くんのことを好きだったのね。だから彼のことが忘れられなかったわけだし、及川さんにもてあそばれた彼が逆にかわいそうに思えたんじゃないかしら。そしてそんな時こそ自分がついてあげなければならないという使命感も芽生えたんでしょう。あ、もう典型的なダメンズウォーカーっていうか、ダメな男をかわち私がいなきゃみたいな子だったのね。やめとけよ、私なら笑ってしまうけど。それで佐藤くんはどうしたと思う？あなたならどうするかしら。男なんて勝手なものよね。あれだけ本田さんにひどいことをしておきながら復活したのよ。そう、また本田さんと付き合い始めたの。どの面下げて付き合い始めたんだよ、あいつは。面の皮が厚いな。佐藤くんとしては彼女に頭が上がらなかったでしょうよ。そして今度こそ真剣に付き合おうと心に決めたんじゃないかしら。私だったら絶対にそんなことをしないけど、本田さんの気持ちが理解できないこともないわ。一度裏切られた飼い犬が不幸のどん底にいるとき、もし救いの手を差し伸べてあげれば、今度は今まで以上に深い忠誠心を見せる場合もあるから、彼女それを、ね、狙ったんじゃないかしら。でもね、そんなことなんてまれよ。奇跡に近いことね。一度裏切りの味を覚えた飼い犬はその味が忘れられないの。そしてその味を求めて同じ失敗を繰り返すものよ。忠誠心を示すのは最初だけ。今度こそは大丈夫とご主人様が信じれば信じるほどその期待は裏切られるわ。さらにひどい結果を呼んで、泥棒と一緒よ。マジかよ、こいつまたなんかやらかすのかよ。死ぬまで治らないものなのよ。そしてその兆候はすぐに現れたわ。及川さんが面白くなかったのね。もういいだろ別に、せっかく自分が手に入れてもまた離れていってしまった。そばにいても退屈なことは分かっているのに、それでもそばに置いておきたい。飽きてしまうくせに、一度自分が手に入れたものはもう他人に奪われたくないのね。マイページそれが独占欲というものだし、及川さんにとってはそれが当たり前のことだったし、結果は分かっていたわ。今まで以上に仲良くなった佐藤くんと本田さんを及川さんは今まで以上に邪魔するようになったの。やめとけやめとけ、もういいだろ。普通人間って学習するから人間って言えると思う。それを学習できなかったら人間以下じゃないかしら。そうだね。けれど彼らはバカだったから。勉強できない人はやっぱり頭も良くないのね。言うな、せめて本田さんぐらいにはもう少し頭が良くあってほしかったわ。でも彼女もバカだった。二人の仲を邪魔する及川さんに対しまた何も言えなかったのよ。言えよ。やったー佐藤くんたら、私はちょっと忙しかっただけじゃない。それなのにちょっと会えなかっただけでもう浮気しちゃうわけ、ひどいよ。そう言って及川さん潤んだ身を彼に向けたわ。こいつやり手だな。でも佐藤くんだって全く学習しなかったわけじゃないわ。ない頭で考えて少しはお利口さんになっていたのよ。ほんの少しだったけれど、お俺気づいたんだ、俺が好きだったのは本田さんなんだ。うっせえよお前は、今さらだよ本当に。その時本田さんは優しかった、嬉しかったでしょうね。表情にこそ出さなかったけれど勝ったと思ったんじゃないかしら。あくまで顔色を変えない本田さんに対し、及川さんの顔ったらもうすごかったもの。美しい顔ほど怒ると恐ろしく見えるものはないというけど、その通りだったわ。せっかく回復したプライドは音を立てて崩れていったんでしょうね。彼女は目頭に涙を浮かべていたわ。今までもよく嘘泣きする人だったけど、その時の涙は本物だったでしょうね。もちろん悲しくて泣いたんじゃないのよ、怒りで泣いたのね。悔しくて悔しくて腹が立って仕方がないから泣いたの。こういう女を泣かせるとあとはもう悪いことしか起きないものよ。自分のことしか考えていないから
自分が幸せになるためだったらそれこそ何でもするもの。他人が傷つくことなんて考えないわ。ひどいよ、私佐藤くんのこと好きだったのに、本気で好きだったのに。よく言うよ。そう言い残して彼女は教室から出て行った。私はずっと見てたから。彼女たちのやりとりの一部始終を拝見させてもらったわ。お前、岩下高見の見物か。でもみんなは及川さんの声にびっくりして振り向いたから何が起こったのかわからなかったでしょう。まあ及川さんのことだから大体の想像はついたでしょうけれどね。一瞬キョトンとしていたけれど、あとは勝手に噂話に花を咲かせていたわ。及川さんにしてみればみんなにどんな噂を立てられようが関係なかったと思う。でも本田さんたちの性格から言ったらどうだったかしら。二人も及川さんの後を追うようにして逃げるように教室から走り去っていったわ。同じ逃げるにしてもその時の心境は全然違うものだったでしょうね。別に逃げる必要ないのに他の二人は。私はね、及川さんがどんな反撃をしてくるか興味津々だったわ。本当に高みの見物って感じじゃねえけれど、不思議なことに何もしないのよね。次の日からまるで昨日のことが嘘のように二人に関わらなくなってしまったの。目を止めるわけでもなく、とことん二人を無視したのよ。佐藤君としては自分のしたことを棚に上げてさぞや安心したことでしょうね。これは絶対なんかある。それが彼のバカなところ。学習機能がついていればなんとか手を打ったでしょうにね。愚かなことにただ喜んでいただけ。彼の頭の中にはおがくずが詰まっていたので、ね、言うなあ。本田さんとしてもひとまずいい結果に終わったと満足だったんじゃないかしら。もうこういうの見、こういう二人見てるとちょっとなんかモヤモヤってやきもきするか、イライラしてくるよね。いいよみたいな。でもね、それから2週間ほど経った日のことだった。及川さんが突然私のところに来たのよ。なんで？やばい、バレたか。ちょっと北総園出たの。岩下さん、話があるの。神妙な顔をして私をじっと見つめるのよ。私は当然無視したわ。たまたま同じクラスになっただけで彼女と話す義理なんかなかったし、今まで彼女から話しかけてくることだって一度もなかったもの。それに私は人に相談されるのが好きじゃないの。よく人の良さそうなふりしてみんなの相談に乗りたがる人っているでしょ。いるね、クラスに一人や二人ぐらい。おせっかいを人一倍焼きたがる人、人の話に首を突っ込んで人の悩みを聞きたがることに人生をかけているような人。人生かけるか。私はああいうやつは大嫌い。そばに寄られるだけで鳥肌が立つし、私から何かを引き出そうと言い寄ろうとするものなら、言い寄ろうものなら殺してやりたくなるもの。幸いそんなやつが私のそばに寄ってきたことはないけれど、うふふふ。でもそういうやつってただの野人馬なのよ。本当に他人のことなんて考えていないもん。まあそう、そうかもしんないね。そうやって、やっぱ私、そのみんなの相談に乗ってる私って優しいみたいな。ただのそういう独りよがりかもしれないね。相談に乗るけど大して考えもしないくせに意見を述べるのよ。さも相手の立場に立って親身になったふりをして心の中では面白がっているのね。悩みを打ち明けられたということに満足し、そんな自分を立派に思いたくて仕方がないのね。だから適当に忠告もできるし、浅はかな自分の意見を熱く語りたがるのね。ない知識をひけらかし選ぶるの。うわ、やだ。でもね、もともと人に相談を持ちかけるようなやつもただのバカだから。バカが野次馬に相談を持ちかけるだけのことでしょ。野次馬の意見でもありがたがって聞くものよ。それでそいつがどんなに自分のことを考えてくれているか感謝し、親友に思えてくるものね。私にはバカ同士のじゃれ合いにしか見えないけど、まあ確かに岩下さんの言う通りかもしれないね。なんかこうやって見ると人に相談するのやめようかなと思ってきた。まあ当人同士が満足しているからそれでいいんでしょうけど、でもね、人の相談に乗るなんて私は死んでも嫌よ。相談に乗るということはその人の悩みを共有することだし、その問題に巻き込まれることでしょう。聞く方も心して聞かないと後でどんな痛い目を見るか分かってないのよ。
まあ痛い目ってどんなものだかわからないし、そうなってもそれが痛い目かどうか気づかないものなんだよね、野次馬っていうのは。だって自分が立派だと思い込んでいるし、他人に慕われていることに満足しているし、結局他人がどういう目に遭おうが責任なんて感じないのよ。まあ所詮他人事だしね。だから私は他人の悩みを聞きたがって相談に乗ろうとするやつが大嫌い。ああいう人種ほど無責任で社会のゴミは他にいないでしょうね。しかもそれがいいことでやってんだって思ってて、その罪悪感っていうか罪の意識がないからまた厄介だよね。あなたまさかそういう野次馬根性丸出しなんじゃないの？人に悩みを打ち明けられて喜ぶ人種じゃなくて、そうじゃないといいけど、もしそうだったら後で痛い目に遭わせてあげてもよくてよ。それでね、私が無視していると及川さんは勝手に悩みを打ち明け始めたわ。ほんと自分勝手だな、まったく。どこまで自分勝手な人なのかしら。私は呆れながら聞いてあげていたわ。彼女また嘘泣きをしていたのよ。ごめんなさいね、こんなこと岩下さんに相談するなんて変なんだけど、でも誰かに話さないと私苦しくて死んじゃいそうなの。ふふ、変な人よね。話ができないくらいで死ぬのなら勝手に死ねばいいのに。死ぬ勇気もないくせに簡単に死んでやるなんて、よくもまあ口に出せること。私は黙って聞いていたわ。彼女はそんな私を無視して喋り続けた。実はね、私生理がなくなっちゃったの。生理がないくらいで泣くなんてどうかしてるわ。だってそうでしょ、あれだけ派手に男遊びをしている及川さんよ。そんなこといつも考えているのが当たり前じゃないの。まあ、派手に男遊びしてるやつでそんなこと考えてるやついないと思うよ。考えてたら最初から派手に男遊びはしないと思うしね。生理がなくなった後でギャーギャー騒ぐなんて本当に愚かだわ。でも私は彼女が何を言いたいのか大体の察しやすいだけれど、私子供ができちゃったみたいなの、佐藤くんの子供みたい。どうしよう、私どうしていいか分かんないよ。うわぁ、波乱の予感。そう言ってワンワン泣き出したわ。本当に佐藤くんの子供かしら。佐藤くんにはどうせうまいこと言ってやらせてあげたんでしょうけど、それ以上にいろんな男とやっていたんでしょうに。妊娠したことがどうして佐藤くんのせいなのか、私の方が悩んでしまうわ。そうだよね、絶対これ因縁だよ、難癖つけてるよね。でも本人が言うんだからそうなのかもしれないわね。女には子供の父親が誰だか分かるっていうから。へえ、私にはまだそういう経験がないから分からないけど、うふふ。でもそのためにずっと佐藤くんと本田さんのことを邪魔するのを我慢していたので、二人の仲を完全な破局に導くために、彼女はこの相談をしたくてもじっと耐えてチャンスを待っていたんだわ。それにしてもなんで彼女が私にそんな相談を持ちかけたのかが不思議だったわ。そうだよね、不思議だよね。一度も話したことない私にどうしてそんな大事な悩みを打ち明けるのかがね。でもすぐに理由は分かったわ。彼女別に私だけに相談してたんじゃないんですよ。これ言いふらしてるんだ。クラスの女子全員に相談していたのよ。さもその人だけに相談するふりをして。そうそう、クラスの女子全員って言っても、もちろん本田さんには話さなかったみたい。でもバカね、あの人自分の恥を自分から言いふらしているわけでしょ。その話が本当だったら真っ先に佐藤くんに相談すればよかったわけだし、別に他の人に打ち明ける必要もなかったでしょうに。だからその話が嘘だっていうことは誰にでも分かったと思うの。でもみんなはそうは思わなかったのね。岩下さんみたいで、まあ、そういう頭がいい人たちじゃなかったってことだね。だって問題が起こった方が話題になるし面白いでしょ。クソだな、結局はみんな野次馬だったのよ。別に他人が真剣に悩む話じゃないでしょうに。自分が誰が悩んだって解決するわけじゃないのに、どうせ結果を下ろすしかないんだし、佐藤くんにあの及川さんの子供を育てる能力なんて一生かかったって備わるわけないんだしね。まあ、そうだね、こんなやつに育てられるわけはないわ。でもみんなはどうするのか
一番いい方法なのか悩んであげたし、女子の何人かは集まって相談した。なんかそういうの、そういうなんか正義感、変な正義感の人いるよね。相談しなくてもさっさとカンパキンでも何でも集めればいいのにね。本当に女っていうのは人の世話を焼きたがるものね。母性本能ってやつかな。それで一瞬にして及川さんは悲劇のヒロインっていう地位を奪い取ったの。そしてそれは同時に佐藤君に極悪人という役を与えることにもなったわ。うわぁ、女子は責任を取るように佐藤君に詰め寄ったし、これ以上の悪態がないというほどの言葉を浴びせたわ。そんな他人がさ、なんかそれ集団でさ、わぁわぁわぁ、そういうふうに言うもんじゃないよね、そういうの。反論できなかった彼はやっぱりいい思いをしていたんでしょうね。おい佐藤、やっぱお前はクズだ。本田さん、それでも何も言わなかったわ。なんで何も言わないんだよ。佐藤君を責めるわけでもなく、及川さんに真実を確かめるわけでもなく、ただ自分の席に座ってうつむいたまま手を組んでいたの。かわいそうっちゃかわいそうだけど、その何にも言えないっていうのもどうかと思うけどね。私も彼女だけは何を考えているのかわからなかった。いい加減に彼に愛想が尽きたのか、それとも及川さんに対して報復手段に出るのか、私はじっと見守ることにしたわ。だって私には見守ることしかできないんですもん。やじ馬根性を出して関われば私も巻き込まれることになるし、こういう状況の時はあくまでも蚊帳の外にいて楽観してる方がいいの。私間違ってる。間違ってはいないかな、まあ、そうやって変になんか正義感振りかざしてなんか佐藤君にそういう詰め寄るのもまあどうかと思うね。そんなしかも大勢で、それやったらもう最初からなんか、まあ、私関係ないよみたいな感じでいるのがいいと思うけどね。あなたひょっとしていじめられっ子とかいると正義感を振りかざして守ってあげるタイプ、それともいじめっ子かしら。もしかしたらいじめられっ子っていうことも考えられるわね。でもそんなのはどれもバカ。いじめるのもいじめられるのもそれに口を出そうとするのもね。世間はいじめられっ子をかばうことがさも正しいことのように言っているけど、本当にそうかしら。弱いものをかばえって平気で口にするようなやつこそ人をかばったことなんてないものよ。まあそうだね。そうやってなんか別に関わってないから異例ごと言うかもしんないけど、まあ、実際にその場にいじめられてる同じ職がいてかばえるかって言ったら、まあ、そんな人間少ないだろうね。世間がいじめの問題に口を出すのは簡単だけど、そんなのは当事者じゃないからよ。いじめられっ子をかばった時、かばっていたものがどんな目に遭うか分かってないの。だったら団結すればいい。決っていうのが一番難しいんだ。世間はそう言うでしょうね。で、言うことはとても簡単なことだから、楽観主義は悪いこと、私はそうは思わないわ。だって全員が楽観主義になれば最初からいじめっ子もいじめられっ子も存在しなくなるんですもの。その方が正しいわ。世間はね、とにかく何かを騒いでいたいの。いじめっ子というも漠然とした悪に対して世間は文句を言いたいだけなのよ。本当に文句を言いたいのなら、いじめが起きてから騒ぐんじゃなくて起きる前に騒げばいいんだよね。ニュースとか見てると、そういういじめで自殺とかあった時だけなんかわーわーわー専門家みたいな評論家みたいなのがテレビでいじめがどうのこうのとか言ってるよね。まあでもそうやってそういう時間経つと何も言わなくなっちゃうもんね。だから私はクラスの問題には首を突っ込まないわ。それが正しいのかもしれないね。岩下さんみたいな人は、私をいじめるやつがいれば殺せばいいだけだもの。殺すっていう考えはちょっとやめた方がいいと思うけど、他人がいじめられようと私には関係ないこと。だから今回の件に関しても私は誰の味方もせずにただ黙って見てたの。私は正しいでしょ。忠実の立場でいるっていうのはすごい正しい、いいことだと思うけどね。佐藤君死んだわ。そうなるよね。自殺よ。うわぁ、その日の夜自分の部屋で首をつって死んだの。遺書はあったの。及川さんの妊娠のことについては何も触れていなかったそうで、
自分は生きてることが辛い。別に誰が悪いのない。悪いのは自分だ。そういう類のことがウエイト文字で書かれていたそうや。うわぁ。彼の性格から言って責任を取らなければならないという罪悪感に駆られたんでしょうね。でもバカよね。自殺することで責任を取るなんて、そんなのただ逃げただけじゃない。他にいくらでも方法はあったでしょうね。せめて及川さんの話が真実なのかどうかだけでも確かめればよかった。まあ動転しててそういうこと考えられなかったかもしれないね。ちょっと調べれば彼女が嘘をついていることはすぐに分かったはずなんだから。ましてそれが事実であったとしても、本当に佐藤君のお腹の子の父親であるか確かめるべきだったんでしょうね。まあ自殺したいやつには勝手に自殺させておけばいいんだけど、所詮そこで人生に幕を閉じる運命だったんでしょうか。どうせ死神から逃げられないんだから、ふ、さすがに及川さんも佐藤君も自殺するとは思ってなかったんでしょうね。話を聞いて真っ青になっていたわ。でも彼女は責任を取るような女ではなかったし、第一自殺した相手の責任なんて取りようがないわよ。もう死んじゃってるから、全てを自白して少年院で参る。それで次罪が報われるの。そんなのただの自己満足、もしくは世間が満足するとでも言った方がいいかしら。だってそれで死んだ人間が蘇るわけじゃないもん。私が悪いんじゃないわ。私は被害者なのよ。彼女は次の日の教室でそう言って泣きじゃくったわ。どこまで本心なのかわからないけど、その時彼女が流した涙もまた本物の涙だったでしょうね。でもそれは決して悲しみの涙じゃないわ。恐れと戦う恐怖の涙、また自己防衛のための涙でもあったんでしょうね。まあ及川さんが嘘をついてるって一番悪いけど、自殺に追い込んだのはやっぱクラスの女子だよね。あいつらが一番悪いっていうのは、クラスの人は誰も彼女を責められなかった。特に女子は、だってそうでしょ。みんなは及川さんのようにずぶとくはなかったけど、彼女たちなりに責任は感じていたんじゃないかしら。及川さんの話を聞いて佐藤君に詰め寄ったのは彼女たちなんですよ。本当だよね。そういうの第三者のくせにさ、そんな嘘を鵜呑みにしちゃって、もしあの時あんなに厳しい態度で詰め寄らなければ佐藤君は死ななかったかもしれない。だからこいつらが殺したも同然だよ。そんな恐怖が女子の間にあったのね。何も事実を知らない先生は、女子の流すたくさんの涙を、旧友の死を悲しむ優しく崇高な涙のように受け取ったんじゃないかしら。ほんと先生ってバカだよ。泣かなかった女子は2人だけだった。まあお前だろうと1人だ。私と本田さんだけよ。私が泣く必要はないもん。私は悪くないし、加藤君が自殺したのは彼の責任なんだし、仲が良かったわけでもないし、借りがあったわけでもない。だから泣く必要はないよ。もちろん喜ぶ必要もなかった。でもどうして本田さんは泣かなかったんでしょう。女子の中でもし悲しみの涙を流す資格があるとしたら、それは彼女だけだったでしょうね。それなのに彼女は何も言わず涙一つ見せなかった。一体何を考えていたんでしょうね。確かに何考えてんだろうね。それから別段変わったことは何もなかったわ。及川さんがおとなしくしていたのもほんの 2,3 日だった。 2,3 日かよ。ほんずぶといな。ほんとクラスのみんなも佐藤君の死は悪い夢と思って早く忘れることにしたんでしょう。みんな責任を感じていたんだから、誰もそのことに触れようとはしなかったわ。だから真実は闇に葬られたの。みんな本田さんが本当のことを喋らないか心配だったようだけど、その必要はなかったわ。彼女何も言わなかったし、誰とも口を聞かなくなったから、いつものクラスに戻ったわ。ただ変わったことといえば空席が一つできただけ。及川さんの妊娠のことにも誰も触れなかったわ。カンパを集めようとした人が何人かいたみたいだけど、結局話は断ち切りになったよね。ほんと偽善者どもだな。佐藤君が死んでしまったら、誰も及川さんの話が真実だと思わなくなったのかもしれない。そ
それともそれぐらいは彼女が自分で責任を取るべきだと暗黙の了解があったのかもしれない。結局他人事なのよね。自分たちで話を大きくして、かき回すだけかき回して、後で誰が泣こうと悲しもうと知ったことじゃない。佐藤君にだって彼女じゃねえや、両親はいるのよ。残された家族は息子の死んだ本当の理由もわからないまま、自分たちが年老いて死ぬまで苦しみ、そして悲しみ続けるのよね。そうだよね、一番悲しいのは親だよね。でも私は誰も責めないわ。責める必要もないしね。みんな自分が可愛いんですもの。自分さえ無事ならそれでいいのよ。そういうものでしょ、人間って。みんなバカよね。だから最初から私のように首を突っ込まなければよかったのよ。でもみんなもいつかは完全に忘れてしまうんでしょうね。佐藤君が死んだことどころか、佐藤君というクラスメートがいたことさえもね。恋愛ごっこは悲しい結末になってしまったけど、仕方ないわね。自分たちできちんと解決できなかった彼らが悪いんですもの。そうだよね、あの佐藤君と本田さんがもっと及川さんに何か言ってればよかったのにね。残念だわ。大事な時にはっきりと自分の気持ちを伝えられなかった本田さん。そうだ、これ言った方がいいぞ。そういうことはこれからそうしなさい。疑われて、騙されていることが分かっていながら誘いに乗ってしまった佐藤君、おめえは一番アホだお前。まあ、本田さんが自殺しなくてよかったよ。自分の欲しいものはどんなことをしてでも手に入れたがる欲張りの及川さん、おめえが一番最低だよ本当。あなたは誰が一番悪いと思う？まあ普通に及川さんだろうね。一体誰のせいでこんなことになってしまったんでしょうね。はい、及川さん。及川さんのせい。及川さんが二人の中を邪魔しなければこんな悲劇は起きなかったと思うのかしら。まあ思うよ。でもそれはどうかしら。人を愛し、お互いが惹かれ合い、付き合うようになれば必ず別れが待っている。人と付き合うならどんな結末が待っているにせよ、別れる時のことを最初から考えておかなければいけないのよ。だからこんな結果になってしまったけれど、付き合い始めた二人にも責任はあったんじゃないかしら。もし本田さんがあの時図書院に立候補していなければ何もなかったし、何も起きなかった。そうは思わなくて。そうは思う、まあ、そうかもしれないけど、別に本田さんが図書院に立候補したから、まあ、こういう結末になってしまったわけではないし、やっぱり悪いのは、まあ、及川さんでしょう。それに佐藤君もその気にならなければ死ななくて済んだんじゃないかしら。佐藤君と及川さんが悪い。本田さんは悪くないわ。そうは思わなくて。あなたは人を愛することはできるかしら。たとえどんな結末が待っていたとしてもね。うふふふふ。私はそれでも人を愛することができるわ。私が満足するためよ。私は本田さんたちのような失敗はしないから大丈夫。まあ、しないだろうね、絶対。絶対に言い切れるから。なんなら私のことを好きになってみる。いや、遠慮してきます。無理だわ。その愛に私が応えるかどうかは別としてね。うふふふふ。お前、どんだけ上から目線なんだよ。あなた汗かいてない。私にはあなたが汗をかいているように見えるんだけど、気のせいかしら。ほら、額のところポツポツと玉の汗が浮き出ているように見えるの。私がせっかく汗を拭いてあげたのに。私の信頼を裏切るようなこと、私の親切を裏切るようなことはしないでね。私の見間違いだと言えばね。額に浮き出た玉の汗がもし流れ落ちようものなら、私はあなたに裏切られたことになるわ。せめて私の話が終わるまででいいから、私を悲しませないでちょうだいね。すごい、なんか女王様気質だよね。なんか実はまだ話は終わってないの。マジか。このあと続きがあるのよ。これはいよいよだよ。これ私も全て終わったと思っていたんだけどね、まだ終わらせたくない人がいたのよ。本田さんか。うふふ。女の愛情って怖いのよ。佐藤君が死んで何週間か経った後、私は放課後の教室でぼんやりしていたの。楽しいのよ、放課後の教室。特に誰もいなくなった後の教室はね。静かな教室に一人で残っていると気持ちが落ち着くの。そして今日あった一日の出来事を振り返るのよ。誰が先生に怒られたか、
誰と誰が喧嘩をしたか、誰が誰の悪口を言ったか、そんなことを考えながらただぼんやりするの。なんか楽しそうだね、そういうの。ぼんやりしたいわ。大事な用がない限り毎日のようにしているわ。私の癖かしらね。その日も同じようにしていたわ。自殺した当初は佐藤君の座っていた机に生けられていた花ももう置かれなくなっていた。警察も来なかったし、テレビ局の取材もほとんど皆無に等しかった。いじめで死なない限り世間はあまり興味を示してくれないのね。落ちこぼれの一人が気まぐれで死んだつもりにしか考えていないのかしら。でも真実を知ったらみんな驚くんでしょうけど、その日そんなことを考えてぼんやりしていたら私の肩を叩く人がいるの。お、振り向くと本田さんだったわ。え、結構かわいいじゃん。本田さんが彼女の意思で私のそばに寄ってきたのはそれが初めてじゃなかったかしら。私は別に彼女を避けていたわけじゃないけど、私から彼女に近づこうとは思わなかったし、彼女の方も私に興味を示していないようだったし、それが突然私のところに来るんですもの。正直言って少し驚いたわ。私に何か用かしら。彼女、私の顔を見たまま黙っているから話しかけてあげたの。別に無視する必要もなかったしね。周りに誰もいなかったし、私もつい話しかけてしまったのね。岩下さんっていつも放課後残っているのね。彼女はそれだけ言うとまた黙ったわ。彼女、人のことなんか見ていないように見えて結構見ていたのね。結構そうやって喋らないでいる人の方が結構みんなを見てるんだよね。それとも私に興味を持っていたのかしら。まあクラスに岩下さんみたいな人がいたら興味持つわ。でも私は別に興味ないしね。彼女の質問に答える義理もないし。だから私はまた正面を向いて彼女の問いには答えなかったわ。あまり、なんだこれ。うん。すると彼女、また私の肩をまたたいたの。またたく？何かしら。私、自分の時間を邪魔されたくないのよ。用があるのならばはっきりと言ってほしいんだけど。私は自分の気持ちをはっきり伝えたわ。彼女は無表情で私のことを見ていた。あ、わかんねえな、なんだろう。私ね、相手の顔を見ると大抵の場合その人が何を考えているのかわかるのよ。その人の目つき、口元、眉の動き、そういった顔の動きを見ていると結構わかるものなのよ。だからあなたが今何を考えているかもわかるわ。手に取るようにあなたの心臓の鼓動さえも私に伝わってくるのよ。でも彼女が何を考えているかわからなかった。いくら無表情といってもちょっとした動きは誰にでもあるものだから。でも彼女だけはわからなかった。私思わず警戒したわ。こういう時は悪いことが起きるのよ。私勘はいい方だから。岩下さんってずっと私たちのこと見てたでしょ。バレてる。ほくそ演出たのバレてた。やべえな。私心臓が握りしめられる思いだった。それはびっくりするわ。彼女気づいていたのね。私気づいてないと思ってた。本田さんって勘臭いどんくさい女の子だと思ってたのよ。それがどう？ぼーっとしたふりして私のこと見てたなんて。私裏切られた気分だったわ。そんな知らねえよ。彼女に騙されていたなんてね。今まで大した女に思えなかった本田さんだけど、その時ばかりは彼女が底知れない恐ろしい女に思えたの。でも面白いわよね。そんな女がわざわざ放課後に私が一人になるのを待ってこうして話しかけてきたんですもの。私ね、初めて本田さんに興味を示したの。この人だったら友達になってあげても面白いかもしれないとまで思ったのよ。ええ、見ていたわ。去年あなたが図書委員に立候補する前からね。嘘をつく必要ないもの。私は正直に答えたわ。そして彼女の出方を見たの。彼女どうしたと思う？笑ったわ。佐藤君と一緒にいる時の笑顔よ。彼が死んでから一度も見せたことのない笑顔を私にくれたの。知っていたわ。岩下さんとは
話したことがなかったけれど、佐藤君と私のことをずっと見ていてくれたのは知っていたわ。見ているだけで何をするわけでもなかった。私たちのことずっと見守っていてくれたのね。そういうわけではないと思うけど、ありがとう。お礼まで言われちゃったよ。そういうわけではないぞ。見守っていたわけではないぞ。ただじらじらチロチロ見ていただけだ。そして彼女は私に頭を下げたのよ。お礼まで言ってね。彼女勘違いしていたのね。私がただ見ているのいるだけで相手にしなかったのは面倒な問題に巻き込まれたくなかっただけ。それなのに彼女は私に感謝したの。面白い話でしょ。私が何も答えないでいると彼女はゆっくりと話を続けたわ。及川さんが妊娠した時、女の子はみんな佐藤君のことをいじめたわ。でもその時岩下さんだけは佐藤君をいじめなかった。本当にありがとう。そして彼女はまた頭を下げたの。彼女が勘違いしているとしても本当によく見ていたものね。あの状況でまさか彼女が私のことを見ているとは思わなかった。女さんのことバカだと思っていただけに、私の驚きはとても言葉では言い表せないわ。佐藤君が死んだ時も女の子はみんな泣いていたでしょ。あれは悲しくて泣いてくれたんじゃない。みんないつ自分が責任を取らされるのか怖くて泣いていただけなのよね。そうだね。そうだよ。悲しいからじゃないよ。自分でうわどうしようってなってただけだ。でもその時も岩下さんだけは泣かないでくれた。私嬉しかったわ。本当に本当にありがとう。別に本田さんに喜ばれるとは思わなかったけど、大した観察力だと思うわ。私は考えを改めたの。本田さんはバカじゃない。少なくとも他の女子よりもはるかに頭のいい女だったのね。勉強とかじゃなくて、そういう勉強じゃないところで頭がいいってことなんだね。だから私も彼女のことがいろいろと知りたくなったの。それだけ頭のいい女が何を考えているのか、興味がないと言えば嘘になるわ。でも油断は禁物よね。下手な行動をとって墓穴を掘るのは嫌だから。だから私はちょっとだけ微笑んであげたの。少なくとも彼女は私に対して好意を示しているわ。だから私が微笑むことで全てを理解してくれるはずだもの。彼女は私のサインに答えてくれたわ。そして言ったの。私ね、岩下さんが揉め事を嫌いなの知ってるわ。嫌な問題には誰だって巻き込まれたくないものよね。私もそうよ。あまり問題を起こしたくないの。でも問題って自然に起きてしまうから、放っておいても勝手に起きるものだと思うの。それが運命っていうものでしょ。だからできるだけ運命に逆らいたくないの。驚いたわ。まさか彼女が私と似たようなことを考えていたとはね。これ本田さんも結構岩下さんと同類なのかな。ただ一つ違ったところは、彼女は自ら運命を受け入れるタイプだったということ。そして私は自分で運命を作っていくタイプだということ。私は自分のポリシーを曲げるつもりはないけれど、彼女の考えが間違っているとは思わないわ。彼女は自分自身が行動することは最小限に食いとどめて、あとは自然の成り行きに任せていたんですものね。だからどんな結果になろうとも、それを現実として受け止める強さを持っていたんじゃないかしら。彼女にしてみれば、佐藤君と付き合い始めた時からどんな結末が待ち受けていようとも、それが運命だと割り切っていたのね。及川さんに邪魔されることも、佐藤君が自殺してしまうことも、それは起こるべくして起きたことだと納得していたのね。まあそうかもしれないけど、それは一つのなんていうの、パラレルワールドでいうなんか一つの結果であって、もしその及川さんとか誰かがそうやって、あ、及川さんじゃないや、女さんとかがそれ及川さんにやめてよとか言ったらちょっと変わってたと思うけどね。だから傍観して いたのだろうし、真実を公にしようともしなかったのね。ある意味ではそういうのも事なかれ主義っていうのかしら。私本田さんとは仲良くなれそうな気がしたわ。あなた頭良かったのね。どうしてバカのふりをするの。だから私は質問してあげたのよ、友情の証として。彼女また笑ったわ。私バカのふりなんかしてないわ。私バカだからあまり物事を考えないようにしているだけなの。別に私に嘘をつくことなんかないのに、自分をバカだと言える人間ほど自分のことをバカだなんて思っていないものよね。
あなたとはいいお友達になれそうね。そう言うと彼女は嬉しそうにうなずいた。それで私は改めて聞いてみたの。彼女は私と友達となりたいだけで放課後まで待っていたとは思えなかったから。ああこれは気になるね。これきっと他の用事があると思ったの。それにもう私は警戒していなかったし、ふさわしい表情をするならば彼女は私の姿を映した鏡のようにも感じられたもの。うふふ。本田さん、要はそれだけ？それだけならば一緒に帰らないこと？彼女ちょっとはにかんだわ。やっぱり他に用事があったのね。岩下さんが揉め事を嫌いなのは分かっているわ。だから迷惑はかけたくないの。でもどうしても岩下さんに立ち会ってほしいことがあるの。佐藤君と私のことを温かく見守ってくれた岩下さんだけはどうしても見ていてほしいの。見る？何を見るの？手伝ってくれなんて言わないわ。うわ、なんだろう。もう準備も済ませているのよ。マジかよ、何これは。だから見ているだけでいいの。うわ、察してしまった。お願い、絶対に迷惑はかけないわ。私は彼女の言っている意味が分からなかった。ボラは察してしまった。でもせっかく友達になれたんですものね。彼女はそこまで言うのなら私は断るつもりはなかったわ。それに絶対に私には迷惑をかけないと言ってくれたから。ええ、いいわ。何を見るの？来て。私がうなずくと彼女は私の手を引っ張って教室を出て行ったわ。どこに連れて行かれるのかわからなかったけれど私は黙ってついて行った。最小限の行動しか起こさない彼女が何かをしようとしているんですもの。期待してもいいと思ったの。ここなの。彼女は理科室に入って行ったわ。理科室には誰もいなかった。ちょうどその日、生物部も科学部もクラブ活動をしていなかったのね。私たちが入ると彼女は中から鍵をかけたわ。私はその時密かな期待をしていたのかもしれない。私だけがとんでもないものを見れるかもしれないという期待をね。そしてその期待は実現しそうだったわ。理科室の奥には大きな机があるのよ。ちょうど入り口からは死角になって見えないところにね。そこに及川さんが寝かされていたわ。うわー、これはまるで手術台に寝かされた患者のようだった。私ね、及川さんが死んでいると一瞬思ったの。だってあの及川さんがおとなしくこんなところで寝ているとは思えなかったし、彼女はピクリとも動かなかったから。でも近づくと静かに寝息を立てているのが分かったわ。クロロホルムなの。そう言うと本田さんは及川さんのそばに近づいて彼女の顔の上で手を振ってみせたわ。及川さんは本当にぐっすりと眠っていた。その時気づいたんだけれど、机の横にはメスやらハサミやらが並べられていた。うわ、これ分かっちゃった。これ分かっちゃったわ。本田さんが何をしようとしてるのか、まるで本当に手術するみたいだった。私の家ね、産婦人科なの。本田さんの一言で私は彼女がこれから行おうとしている全てを理解したわ。彼女、及川さんを手術してあげるつもりだったのよ。それにしても彼女は本当に及川さんが妊娠しているとでも思っていたのかしら。それとも単に復讐するために殺そうとしていたのか。どちらにせよ私は言われた通り黙って見ることにしたわ。私は何も手伝わなかったわ。及川さんの服を脱がせることも道具を取ってあげることもね。まあこれ手伝っちゃったら共犯になっちゃうもんね。手伝わなければ私が罪に問われることはないよ。そうなのかな。だって私は黙って見てるだけなんですけど、なんですもの。本田さんは及川さんの着ているものをきれいに脱がせていったわ。脱がせた服も丁寧に畳んでね、ピンク色のスキャンティーを一番上に置いていたわ。何やスキャンティーって。後で着せてあげるつもりなのかしらね。及川さんが生まれたままの姿になると今度は彼女を机に縛り付ける作業に移ったわ。本田さん、初めてとは思えないくらい手際良かった。今までにしたことがあるのか、それともこの日のために練習を積んだのか、それは分からないけれど、きっと手術されれば及川さん死んじゃうでしょうね。でも眠ったまま死ねるんだから幸せといえば幸せよね。準備は整ったわ。途中で起きるんじゃない、麻酔してないから。
あとは手術するだけ。本田さん、適当なメスを一本手に取ると私を見てにっこり微笑むのよ。本当に嬉しそうだった。本当はね、胎児の時にはお腹を切り裂いたりしないのよ。でもね、今は仕方ないの。お腹を切るしかないのよ。いちいち私に断ることなんかないのに。でも説明してくれるなんて、本田さんは私に気を使ってくれたのね。私を大事な友達だと思ってくれている証拠だわ。だから私も笑い返してあげた。本当は頑張んなさいねって言ってあげればよかったんでしょうけど、声をかけることも手伝いをしたことになるでしょ。だから何も言わなかったのよ。私はただの傍観者。うふふ。及川さんの裸を初めて見たけど色白だったわ。程よい肉付きでもう立派な女の体だった。これならば本当に妊娠しても元気な赤ちゃんを産めたでしょうね。本田さんは及川さんの下腹部に赤いマジックで横線を入れたの。そしてその線に沿ってメスを当てたわ。うう、ほんのちょっとメスを押し当てただけなのに人間の体なんて弱いものね。すぐ切れるのよ。ぷくっと淡い赤い血玉がすぐ浮き出たわ。ちょうどあなたの方に湧き出ている玉の汗のようにね。うふふ。痛い、まあ、でしょうね。その時だったわ。突然及川さんが目を覚ましてしまったのよ。そりゃ覚ますでしょうか。彼女、自分がどこにいるのか何をされているのか分かっていないようだった。ちょっと何をしているの。及川さん、声が上ずっていたわ。すぐに自分の状態に気づいたんでしょう。それでもまだ信じられないような顔をしていたけれど、それはそうでしょうね。放課後突然クロロホルムを任されて眠ってしまったら、すっぱだかで気質に縛り付けられているんですよ。本田さんは一体彼女のお腹からメス、一旦彼女のお腹からメスを離すと、このメスを自分の顔に押し付け、及川さんはまじまじと言ったんです。女の私から言うのもなんだけど、その時の女の子ってとても魅力的だったわ。そういうことってあるでしょうか。普段は可愛いと思って言えなかった子が何かの表紙でとても魅力的な顔を見せること。本田さんから目を思い切り見開いてクリクリってした大きな表記をキョトキョト動かしていたわ。そして言ったの。及川さんもさぞ辛かったでしょうね。でも大丈夫よ。何も心配しなくていいの。私が責任を取って全て解決してあげるから。そしてもう一度メスを彼女のお腹に押し当てたわ。やめてよ。そりゃもうガラスが割れるほど甲高い声だったわ。ようやく何が起こっているのか把握したんじゃないかしら。あんなに本気で取り乱している及川さんの見るの初めてだったわ。何してんのよ。私を解きなさいよ。こんなことしてどんな目に遭うか分かってんのかよ。いつもの肉なで声とは打って変わってとても汚らしい言葉だった。でもこれからどんな目に遭うか分かっているのは及川さんの方なのにね。彼女は身をくねらせてもがいた。助けてよ、誰か来て。大口を開けてわめいた彼女の口に本田さんはさっき逃がしたスキャンティーを押し込んで、そしてすかさずガムテープで口を塞いだ。及川さんはおとなしく寝ていた方が幸せだったでしょうに。目を覚ましてしまったから不幸になってしまう。でも彼女の体は何しているのかしら。だったら痛くないけれど。ぐぐ。でもさっきちょっとメスが当たっただけで痛いって叫んでたものね。やっぱり不幸ね。それからの彼女は言葉にもならない声を一生懸命張り上げていたわ。大丈夫よ及川さん。あなたまだ佐藤君の子を下ろしていないんでしょ。私ね、これでも産婦人科の娘なのよ。だから私がちゃんと処理してあげるから。何？及川さん何言ってるのかさっぱりわからない。ちょっと痛いかもしれないけど安心して。私ね、及川さんのこと嫉妬も恨んでないのよ。本当よ。逆に佐藤君の赤ちゃんを宿してくれたことに感謝してるぐらいよ。本田さんは嬉しそうにメスの歯を寝かせて及川さんのお腹を撫で回したわ。ああ、もうぶっ壊れちゃった。そして思い出したように言ったら、そうだ、ごめんなさいね。消毒するのを忘れていたわ。待って待って待って、今その傷にマキロ塗ったら大変なことになるぞ。でも消毒液持ってこなかったし。本田さんたら今にも泣きそうな顔をして周りを見回したわ。私もちろん手伝わなかった。だって約束ですものね。よかった。彼女、理科室の棚に目を留めると、嬉しそうに目を細めたわ。そして、駆け寄ると、その棚の中から大きな瓶を取り出したの。
私その瓶を両手で抱え彼女はその瓶を両手で抱えると及川さんの顔の横に運んできたわ。その瓶を見て及川さんは金切り声を上げていたわ。その瓶は大きなカエルのホルマリン漬けだったの。大丈夫よ、カエルが入っていても消毒液の代わりにはなるから。いやいやいや、本田さんが瓶の蓋を開けると強烈なホルマリンの匂いが周りに充満したわ。ホルマリンってクソ劇薬だよ。私も軽いめまいを覚えたくらいですから。あなたも嗅いだことあるでしょ。理科室に漂っている独特なあの匂い、あの匂いが鼻にまとわりついて離れない。不思議と気持ちよかったわ。シンナを嗅いだ時あんな感じになるのかしらね。ふふふ。本田さん、瓶の中に手を突っ込むとホルマリンを救い出して、それを彼女のお腹に塗りたくったの。及川さん泣いていたわ。鼻水まで出して顔中ぐちゃぐちゃにしてた。よほど怖かったんでしょう。そりゃ怖えだろ。もう生きたまま解体されるんだから、もう逃げられるわけでもないのに。これで大丈夫よ及川さん、もう傷口が可能することはないわ。ちゃんと消毒できてるから。あのね、私ね、佐藤君赤ちゃん欲しいの。及川さんが産んでくれるんならばそれでよかったんだけど、及川さんいらないでしょ。だからね、代わりに私がもらうの。私のお腹の中で育ててあげるの。いや、待て本田さん独り言のようにつぶやいていたわ。そして一気にメスをお腹に押し込んだの。及川さんよほど痛かったんでしょうね。あれだけきつく縛っていた縄が溶けてしまうかと思ったもん。メスで切り刻まれるよりも縄で体がちぎれるかと思うと鼻中に食い込まれてもがいていたわ。目も飛び出るほど大きく開いてね、自分で自分の頭をガンガン机にぶつけて暴れたの。バカよね、ジタバタしないでおとなしくしていればよかったのに。無理だろ、あんなに暴れたら本田さんの手元が狂ってしまうじゃない。本田さんだっていくら産婦人科の娘と言っても素人なんですよ。あ、ダメよ、滑っちゃう。彼女やっぱり手元が滑ってしまって、せっかく赤い線を引いたのにその線通りメスを入れることはできなかったわ。真っ赤の血もどんどん引き出してくるし、それはそれでヌルヌルするでしょうし、やっぱり初めてだったのかしら。手術の時には血を吸い取るための脱脂綿を用意しておくものでしょう。そうなんだ、そういった準備はしてなかったから。彼女どうしていいのかわからないみたいに一生懸命瓶の中のホルマリンを救い出した。彼女もお腹にかけていた。いいよもうホルマリンは。ホルマリンで血を洗い流しても人間の体って結構血が詰まっているものなの。だから血は止めどなく溢れ出したわ。本田さんのした行為って嵐の真っ只中の小舟から一生懸命水をかき出すような無駄な努力なのよね。私手伝ってあげたい衝動に駆られたけど約束だから。それに私は自分のためでもないのに犯罪者の刻印を押されるのはやっぱり嫌だし、今にも声かけそうになってしまったけど我慢しておとなしくしていたわ。私だって辛かったのよ。私本当に熱くなっていた。私も自分と格闘していたの。本田さん、どんなに一生懸命やってもうまくいかない、とうとう頭に来ちゃったんでしょうね。彼女みたいな子がね、切れちゃうと怖いのよ。キーもうるさいな。本田さんついにメスを投げ出してね、突然何を思ったのか切り裂いた傷口に両手を突っ込むと、それを上下に引き裂いたの。やばいな、本田さんに切れるなんて。ドロッとした血の塊がほぼ溺れてきて、本田さんギャーギャーあめいてた。面白いでしょう、人間ってね、なかなか死なないのよ。及川さん、病状なのに血色は良かった。でも青白くなっていたわ。やっぱりあれだけ血がなくなると顔色って変わるものなのね。それなのに元気なのよ、全然弱らない、死なないの。面白いでしょ。本田さんもね、泣きわめく及川さんを無視して自分の仕事に没頭していたわ。本田さんって熱中すると周りのことが気にならなくなる、集中力があるのね。素晴らしいことだわ。本田さん引き裂いた及川さんのお腹に手を突っ込んでゴソゴソいじくり回していたわ。あーもう邪魔だな、そう言って蝶を引きずり出したの。うえー、蝶って長いでしょ。出してみるとわかるけど何メートルもあるの。あんな長いものがどうやって人間の体に押し込まれているのか、まるでパズルみたいで、一度分解しちゃったらもう復元するのは不可能でしょうね。お医者さんって本当に偉いんだわってその時思ったもん。蝶を引きずり出されてもまだ及川さん暴れてたわ。本当に人間ってしぶとい生き物よね。
及川さん、おとなしくして。そんなに暴れたらシューズが失敗しちゃうよ。もう大失敗だわこれ。簡単な手術なんだよ。いやもう大失敗だよ。死にたくないでしょ。死ぬわこれ。本田さんたら冗談のセンスもあるんだよ。自分が殺そうとしているのに及川さんが優しい言葉をかけるんです。私思わず吹き出しそうになっちゃった。我慢したけど正直言うと少し笑っちゃったわ。笑うくらいはいいでしょ。よくねえだろ。手伝ったことにならない。もういい加減おとなしくしないから。本田さんたらホルマリンの瓶を持ち上げると、それを及川さんの顔にぶっかけたの。中のカエルを取り出しちゃって、それを及川さんの顔に押し付けてやる。押し付けてた。ふっくり荒れたカエルのお腹が裂けちゃって、もう薄桃色のドロッとした液体が及川さんの顔中に広がってね。カエルの内臓を潰して及川さんの顔になすりつけていたわ。その頃かしら、ホルマリンが効いたのか、もう力尽きたのか、及川さんはぐったりし始めて、ようやく本田さんの言いつけ通りおとなしくなったわ。おとなしくなったから本田さんも仕事が やりやすくなったんでしょうね。彼女は及川さんのお腹の中からいろんなものを取り除いて机の上に並べていったわ。もう及川さんのお腹の中はほとんど空っぽになっていたんじゃないかしら。これだわ。それでもごそごそ手を突っ込んでいた本田さんはようやく目的のものを探し当てたらしくてね、目を輝かしていたわ。彼女が取り出して嬉しそうに抱きしめたのは及川さんの子宮。あの中に佐藤くんの赤ちゃんが入っていると思い込んでいるのね。及川さん妊娠なんかしてなかったでしょうね。私かわいそうだったから何も言わなかった。だって本田さんが満足していた、からそれでいいことじゃない。佐藤くんの赤ちゃん、本当ならば私のものになるはずだった佐藤くんの赤ちゃん。本田さん本当に嬉しそうだったわよ。私のもの、佐藤くんの赤ちゃんは私が大事に育ててあげるの。うわぁ、やばいやばい。そんな言葉も何度も何度も繰り返しながら、彼女ったらその子宮を食べちゃったの。噛んだらダメでしょ。佐藤くんの赤ちゃんが死んでしまうもの。だから一口飲み込んだの。子宮は喉に詰まることもなくスルリと本田さんの胃に滑り落ちていったわ。子宮ってなんかパクッと食べれるくらいのサイズなの知らないけど、彼女本当に満足そうだったわ。何度も深いため息をついていたもん。そして泣いたわ。綺麗な涙だった。反応の涙よ。私も思わずもらい泣きをしてしまいそうになったわ。そのあまりに美しい光景に及川さん、及川さん。本田さん落ち着いたら及川さんの肩に手をかけて揺すったの。死んでるだろお前、全部お前が取り出したわ。及川さん何も答えなかった。彼女は真っ青だったけど、もうその体は真っ赤に染まってたわ。及川さん気持ちよさそうに眠っちゃってる。かわいそうだからそっとしておいてあげましょうね。本田さんそれでもまだ及川さんが暴れると思っているのか、しっかりと縄が縛られていることを確かめて、その後取り出した彼女の内容物を元に戻し始めたわ。もちろん元の位置に戻すことなんて不可能。適当に押し込めていっただけよ。それでも彼女自身は少し悩んでいたようだったわ。入れたものを取り出したりまた押し込んだりしながら、彼女なりに元あった場所に入れてあげようと必死だったわちょっと優しいなお前うわー、これで大丈夫ね。一応中にあったものを全部彼女の納得する位置に押し込んだら、次にポケットから裁縫セットを取り出してね。ぱっくり裂けた及川さんの中を縫い始めたの。彼女裁縫は得意じゃないみたい。ちょっと不吉っぽいもんね。家庭科の成績もあまり良くなかったようだし、その時も私はよほど手伝ってあげようかと思った。もう彼女との約束を破って私が縫ってあげようと思ったの。でもそれは彼女のためにならないでしょ。自分の仕事は自分で最後まで責任を持ってやり遂げてこそ、それが後々の自信につながるというものよ。彼女何回も失敗していたわ。糸を切ったり自分の手に針を突き刺したり、それでもどうにかこうにか作業は終了したわ。きちんと縫い合わせていないからところどころ隙間ができていたけれど、初めてにしては上出来ということにしておきましょうか。一応形だけは出来上がったから。及川さんもう騒がないでね。本田さんはすでに死んでいる及川さんに心配そうに話しかけたわ。いい？約束よ。まだ不安なのかしらね。何度も聞き直して、それからようやく彼女の口に貼ったガムテープを慎重に剥がしてあげたわ。そしてさっき
口の中に押し込んだスキャンディーも取り出したの。それから彼女をしわっていたら、ま、縄もほいた、と、ほいてあげたわ。ほいてから血とよだれでベタベタになったスキャンディーをはかしてあげてた。本田さんって本当に優しいのね。私だったら放っておくんだけど。脱がした服も全部きれいに着せてあげて、森川さんに言ったら逆らわないから等身大の着せ替え人間のようだったわよ。だから作業を滞りなく終了したわ。最後にカエルで汚れた彼女の顔をハンカチできれいに拭いてあげていたわ。優しいなお前。でも血で汚れたセーラー服だけはどうしようもなかったけど、その時私気づいていたんだけどカエルがいなくなってんの。きっと本田さんも動揺していたんでしょうね。内臓と一緒にカエルも及川さんのお腹に押し込んで縫い付けてしまったんでしょうね。でも本田さんはそのことに気づいていない様子だったから私黙っていたんだから。彼女の性格のことを考えると私が教えてあげたらまた及川さんのお腹を切り裂いて作業をやり直しそうだったから。及川さんたらまだ寝てるわ。きっと今まで心苦しかったんでしょうね。でももうこれで楽になれるからね。地球がなくなっちゃったからもう赤ちゃんは産めなくなっちゃうけどごめんなさいね。でも あなただって少しは責任があるのよ。本田さんなんだか気まずそうに話しかけていたわ。及川さんが生きていたらなんて答えたかしらね。どうせ及川さんのことだからいろんな男をどっかへ一回楽しい人生を送ったんじゃないかしら。赤ちゃんなんか産まずにね。人間ってわからないから、そういう女に限って年を取ると急に赤ちゃんを欲しがったりして。でももうどうでもいいことね。及川さんの未来はなくなってしまったんですものね。岩下さん、待たしてしまってごめんなさいね。私、ようやく口を開くことができたわ。言葉と一緒に今まで溜めていた息も一気に吐き出したの。私もきっと緊張していたのね。張り詰めていた気が一気に抜けた思いだった。それで一緒に帰ったの。本田さん、嬉しそうに何度も言ってたわよ。これで佐藤君の赤ちゃんが産める。これで私も幸せになれるわ。かわいそうだなぁ。でね、本田さんね、一緒に帰る途中に捕まっちゃったわ。そりゃそうよね。だって彼女のセーラー服は返り血を浴びて真っ赤だったんですもの。作業中理科室に誰も入ってこなかったことだけでも奇跡に近いことですもの。理科室の外に出るとまだ何人か生徒も残っていたし、先生もいたしね。よく見つかんなかったな。大変な騒ぎになったわよ。私も一緒に連れて行かれていろいろ質問されたわ。でも私は何も答えなかった。黙秘しますみたいな。本田さんも私のことは何も言わなかったわ。だって私には絶対に迷惑をかけないって約束したんですもの。とりあえず私が共犯にされることはなかったわ。お前本当に運が良かったな。私はね、本田さんに脅かされて一緒に付き合わされたことになったわ。私が黙っていたのも精神的なショックで何も喋れなかったということで解決したの。でも事件が事件だったでしょ。あまりの惨劇だったらしくて本田さんは罪に問われなかったの。あ、なんか精神的な何とかという感じで学校は辞めてしまったけれど犯罪者にならないで済んだわ。お、ラッキーだなこれ。でもなんか今だとあのツイッターとかでなんか犯人のご尊顔みたいな感じで貼り出されてネットでそうバレるけどね、全部顔とか。今ね、本田さんは治療しているの。精神の病気だからいつ治るかわからないんですって。もう一度病院から出ら、もう一生病院から出られないかもしれないわね。残念だわ。せっかく新しいお友達ができたと思ったのに。でもね、本田さんは自分の頭が狂っているから入院しているとは思ってないのよ。佐藤君の赤ちゃんを妊娠しているから大事を取って病院に入っていると思っているの。ええ、彼女は今も妊娠していると思って幸せな日々を送っているわ。私この前彼女のお見舞いに行ったのよ。本当に幸せそうだったわ。赤ちゃんが生まれたらどんな名前をつけるか、どんな子に育てたいか、どんなそんな未来のことばかり嬉しそうに話していたもの。私も一緒に考えてあげたわ。私ね、思ってるの。彼女本当に妊娠しているんじゃないかって。彼女のお腹に本当に佐藤君の赤ちゃんがいるんじゃないかって。だって及川さんが本当に妊娠していたのか何か誰もわからないことなんですもん。真実を知っていたのは死んでしまった及川さんだけ。だから本田さんは本当に佐藤君の赤ちゃんを食べたのかもしれない。あなた私のことバカだと思ってる。
そんなことで本田さんが佐藤君の赤ちゃんを産めるわけないって言いたいんでしょ。でもわからないわよ。その結果がわかるのはあと数ヶ月経ってから。その時彼女は佐藤君の赤ちゃんを産むかもしれないわ。産まないだろう。この世に神様っているかもしれないもの。神様がいるならきっと本田さんの思いを叶えてくださるわ。この世に奇跡は数えきれないほどあるんですもの。それくらいの奇跡が起こったっていいわよね。誰も責められないわ。だから私も楽しみにして毎月一度は本田さんのお見舞いに行ってあげるのよ。だって友達ですもの。これで私の話は終わり。マジか。いやこれ何とも言えない話だね。どう？あなた汗かいてる？あなた汗びっしょりね。私の約束守れなかったわね。おい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 、それとも私の見間違いだって言い張るかしら。見間違いです。いいのよ別に。私を裏切ったら償いをしてもらうから。私ね、最初に裏切られたことが今までに一度もないって話したでしょ。どういう意味かわかる？私を裏切った人はね、なぜか死んでしまうのよ。お前が確実に殺してるだろ。私にもどうしてだかわからない。私ね、時々記憶をなくしてしまうの。おいおいおい、こいつも病院に入れてくれ。そうすると私を裏切った人が死んでしまっているの。裏切った人が死んでしまえば誰も私を裏切ったことにならないでしょ。証拠は残らないんですもの。だから私は裏切られたことがないの。私死ぬまで絶対に人に裏切られたくないの。せっかくこの世に生まれてきたんですもの。誰よりも幸せな人生を送りたいわ。うふふふふ。私の話はこれで終わりよ。次は誰が話してくれるのかしら。はあ、という話でした。結構長かったね。2時間ぐらいしたんかな。結構な長編だったね。まさかあんな結末で終わっちゃうなんてね。まあ及川さんじゃないよ、本田さんがかわいそうだね。よし、セーブしよう。まあ、みんなもそうやってね、浮気とかしちゃダメですよ。浮気とかしても全然いいことないからね。たまに浮気すんのがそうやってなんかかっこいいとか思ってる人いるかもしれないけど、浮気はダメです。あとチャラい女や男にはついていかないこと。もうボラが言えるのはそれだけだ。よし、じゃあ今日はこのぐらいにして、また次回もよかったら見てください。ありがとうございました。